皆さん、こんばんは。安田智香と申します。今回、劇団エリザベス第5回本公演にてヒロインの春役を務めさせていただきます。精一杯頑張りますので、精進して頑張りますので、ぜひご来場いただけると嬉しいです。で、ですね、今回の見どころなんですが、やっぱりあれですね、つながりとか人の温かさとかぬくもりとか、そういうのをお客様に感じていただけたらなと思っております。そういうことを目指して、役者全員でまとめて頑張っていきますので、よろしくお願いします。2013年がもうすぐ、今12月31日でもうすぐ1月1日になるわけなのですが、来年の抱負は、私役者としても、ですね、たくさんの人を幸せにできるような演技ができたらなと思っておりますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。年末年始を顧みず頑張っておりますので、よければご来場ください。舞台のお知らせなのですが、名古屋 G-PIT で2013年の1月の4日から6日まで行っております。で、次が東京で公演をいたします。八幡山ワーサルシアター、13日から16日までやっております。大阪がインディペンデントシアターさんでやらせていただいて、20日21日とやっておりますので、ぜひ皆様ご来場ください。では、ありがとうございました。